明るく楽しく元気よくガードナーケンケンです。はい、ありがとうございますということで、今回も長崎先生にいろいろお伺いしたいと思います。はい、今回は、分離症とか滑り症というものについて、はい、腰痛の原因としてあると思うんですけど、いろいろお聞きしたいです。はい、分離症、滑り症ってそもそもどんな病気ですか、症状ですか？分離症はもう簡単に言ったら、背骨の骨折ですね。はい、骨折でもう骨と骨が離れちゃって、それが動くことで滑り症っていう感じですね。それが分離症、滑り症ってな感じ。なんか同じような現象というか繋がってるんですね。そうですそうですそうです。分離症がどんどんひどくなったら滑り症になるっていうような感じですね。はいはいはい。それって どのぐらい痛いとか辛いものなんですか。どれぐらい、人によるとは思うんですけど、はい、僕は結構その学生を見ることがその時は多くて、はいはい、その子はもうずっと痛いって言ってました。なんかでも歩けないとかほどではないけど、やっぱり運動がやっぱり思うようにできないとかっていう子がすごい多かったですね。大人になってくるとそこまで、ね、激しく動くことはないので、めちゃくちゃ痛いっていうところまではないけど、やっぱりでも結構痛いと。分離症、滑り症って なぜなるんですか、そんなことは。やっぱ負担じゃないですかね。日常の負担だと思います、そこは。負担がかかってきて骨折しちゃうんでしょうね。骨折とか元からこう離れてたっていうパターンももちろんあるでしょうし、それで余計に痛みが増してきたっていうのがあるので、どうしてもその体の使い方とかだったりしてきますね。はいはい。じゃあその分離症、滑り症、長崎先生の、治療ではどういったケア、治療を行うんですか？うちの場合は、分離症、滑り症の人は結構背中触ったらパーンって筋肉が固まってる人がすごい多いんですよね。固まるんですか？すごい固まるんですよ、筋肉が。やっぱそこの骨をなんかその筋肉でサポートしまくってるような感じで、無理しちゃってるんですね。無理してるんですよね、はいはいはい、その上で動いたりするから、まあ、めちゃくちゃ痛くなってくるんですけど、なんでだからそこの筋肉緩めてあげたりとか、その骨盤だったりとか、っていうので体を全体的にバランス整えてあげたりっていうのはしてましたね。やっぱりそれも骨盤関係あるんですね。骨盤も関係ありますね、やっぱりね。もうやっぱり全て関係ありそうですね。そうですね、骨盤とか姿勢とかっていうのは関係ありますね。じゃあその先生の治療以外に普段の日常生活での気をつけることとかケアすべきこと、分離症、滑り症でケアすべきこと、はい、ああそうだな。でも逆にその体幹周りの筋肉がちょっと弱ってたりとかするので、背筋じゃなくてですね、腹周りですね、はいはい、インナーマッスル鍛えたりとか、そういうのは絶対してた方がいいと思います。はあはあ、そのさっき筋肉の使いすぎって言ってたんですけど、はいはいはい、でも筋肉がない、あ、体幹トレイン、体幹筋肉がない状態でなんかメインの筋肉を使いすぎてる、そう背筋ばっかり使ってたりとか、そっちでカバーしてたりとかするので、はい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 、やっぱり腹筋が弱い人は多いかもしれないですね。確かに、腹筋ってもう ただの この腹筋じゃなくて、ちゃんと体幹奥の方の、そうですそうです、奥の方ですね、はいはい、外腹斜筋とか内腹斜筋とか、お、腹横筋とか、お、勉強しましたそういうのはやった方がいいですね。はいはいはい、このあれですよね、この動きだけだと腹直筋しか鍛えられない。あ、そうなんです、お、勉強してきました、だいぶやっぱちゃんとこのベルトをみんなに正しく伝えるために。まあでもちなみに外腹斜と内腹斜インナーマッスルじゃないちょっと勉強し直しますそのあたりにあるってな、あたりですね腹大きいんですね。腹大きい、腹大きいんですね。これでまた僕も一つ詳しくなりますで、最後にお聞きしたいのが、はい、このガードナーベルトが、うん、その分離症、滑り症の人も使えるのか、効果がありそうなのか。そうですね、使った方がいいと思いますね、はい、分離症、滑り症もどうしても筋肉に負担をかけすぎちゃう症状であったりするので、まあ、骨盤ベルトで安定させてあげて、で姿勢良くしてインナーマッスル使いやすくしてあげるっていうのは、うん、間違いなく分離症、滑り症には効いてくるんじゃないかなと思いますね。まあ、先ほど骨盤バランスって言ってたんで、まあ、まさしくという感じですよね。そうですね、いいと思います。ありがとうございます、はい、いやもう自信を持って分離症、滑り症の方にもお伝えしたいと思います。はい、はい、ということで今回は、分離症、滑り症について、長崎先生のご意見をお伺いしました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、またね。
ということで今回ご説明いただいた長崎先生の院についてご説明していただいていいですか。はい、わかりました。私は、産前産後専門整体院ということで福岡で今やっているんですけど、まあ、なぜ産前産後専門でやったのかと言いますと、どうしてもやっぱり妊娠出産育児っていうその期間っていうのは本当世界一大変な時間だったりとか期間だったりとかでするんですけど、やっぱり僕がその大変さに気づいた時に、どうしても今まではいろんな、ね、正直お年寄りの方とかゴルフ疲れのおじさんとかそういう方をいろいろ見させてもらってたんですけど、もうそのママたちの大変さを思い知らされたというか時に、ああ僕のこの技術はもうこの人たちに使わないとダメだなっていうのにバチッとハマったんですよね。なんでもうそこからはもうどれだけこうママさんたちを一人でも多く救えるか、まあ、僕たちのモットーにしているのは一人でも多くのママの心にゆとりを作るっていうのをすごい大事にしていて、やっぱりどうしてもね本当に大変な育児の中で心と体がボロボロになりながら頑張っているママさんを一人でも救っていけるように、まあ、実はその最近2店舗目もできてまた多くのママを救えているんじゃないかなと思っているので、まあ、これからもママのために頑張っていこうと思っているところであります。いやもう素晴らしいです。心打たれました。ありがとうございます。はい、長崎先生の院について詳しく知りたい方は概要欄に貼ってますのでチェックしてください。はい、で長崎先生の、院を受診された方はこちらのガードナーベルトを実際に試着することも可能ですので、ぜひ来られた際はお声掛けしてください。はい、ではこのチャンネルがいいねと思ったらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。